日本中部地方長野県長野市若月地区稲田稲田は長野県長野市の北東部の地区住居表示地済みで1から4丁目まである郵便番号は381-0042全域が長野市役所若月支所の管内である地区の南端を朝川が流れ北端を新田川が流れる南東の隅に品の鉄道北品の線が走り3四丁目の 境をなす。北部に北部幹線が東西に通り、西部を若月大通り、長野県道60号長野荒瀬原線、東部を指導東方線が南北に貫く。周囲は以下の大技、町長と接する。旧東山道ゆかりの稲田のえの木若月大通り、北部幹線、東方線の3本の幹線道路が通り、地区内には、 鉄道駅こそないものの多くの路線バスが走っており、交通の便は良い。土地区画整理事業も進み、長野市の近郊住宅地として発展している。若月大通り、北部幹線沿いには、ロードサイド店舗がのを連ねる。元は、稲作、畑作地帯であり、前身の稲積という地名は稲作が盛んであった、ことが由来であるという。1604年には、 村内東部を通る東山道の指道が北国街道に指定され、村内には一律家が築かれた。この一律家は北塚、南塚の2期奏法が完全な形で残っている、貴重な史跡である。なお、北国街道は、その後1611年、村内西部の現在の長野県道65長野荒瀬原線の道筋に移った。地名の由来は、前身の稲積村。 山田村が1875年に合併した際に、両村名から一字ずつ取った合成地名。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。現在の稲田地区の範囲は、おおむね9カ目の地群、稲田村の範囲に相当する。地区内の若月大通り、旧北国街道、北部幹線などを上電バス、グルリン号の以下の路線系統が走っている。 ありがとうございます。